はい、こんにちは、佐大臣光長です。本日は、平家物語巻の第七より、首相の都落ちです。木曽義仲の上洛を前に、平家一門は安徳天皇と後白河法皇の御身を取り立てまって、都落ちを決意します。しかし、法王は事前にこれを察知して、身を隠します。前回、平家三門への連状からの続きです。首相の都落ち。 同じき七月十四日肥後神定義鎮西の無本平らげて菊池原田松良と大家三千余旗を召しぐして承落す鎮西はわずかに平らげども東国北国の戦いかにも静まらす同じき二十二日の夜半ばかり六原の辺おびただしう騒動す 馬に蔵置き春日締め物ども東西南北へ運び隠すただいま仇のうちいる様なり明け手後聞こえしは美濃源氏佐渡の右衛門之丞重定という者あり人とせ方言の合戦の時鎮西の八郎為朝が方の戦に負けて落とになったりしを絡めていだしたりし献上に もとはうえの城た利氏が上門の城になりぬ。これによって一門にはあたまれて平家にへつらいけるが、その世のはんばかり、六原にはせまいって申しけるは、きそ、すでに北国より五万余きで攻め上り、比叡山ざか坂とにみちみちてろう労働に盾の六ろ郎ろかただ。手書きに大か房革命。 六千よきで天台山に清いのぼり三千の衆と皆同心してただいま都へ攻め入るよし申したりけるゆえなり平家の人々大きに騒いで方々へ打ってを向けられけり大将軍には真珠納言智盛の京本山美の中将重衡の京都合そのせい三千よき 都をたってまず山品にしせらる越前の三味道森能登神範常二千余紀で宇治橋を固めらる様の神雪森薩摩の神忠則、一千余紀で淀路を守護せられけり源氏の方には十郎蔵御雪家須仙んで宇治橋よりいるとも聞こえけり 道の区の新方眼吉安が故八田の方眼大吉吉を大江山を経て承楽すとも申しあえり津の国河内の源氏ら運家のごとくにほなしく都へ乱れいるよし聞こえしかば平家の人々この上はただ一所でいかにも成りたまえとて方々へ向けられたるうってども 都へ皆呼び返されけり。帝と妙利の地。鶏鳴いて安きことなし。治まれるよだにもくのごとし。いわんや乱れたる世においてや吉野山の奥の奥へも入りなばやとはおぼしけれども。諸国七道ことごとく背きぬ。いずれの裏かお出しかるべき。三害無安。 堅くとて如来の金言一条の名門なればなしかは少しも多言べき。同じき七月二十四日の左夜更け方に先の内大臣宗盛公建礼門院の渡らせたも者六原殿へ参って申されけるはこの世の中のありさ去、ま、りともと存じ将来鶴に今はこうにこそ。 僧をめれただ都のうちでいかにもならんと人々は申しあわれ僧来どもまのあたり浮き目を見せまいらせんも口をしゅう僧来えば院をもうちをも取り立てまって西国の方へ御功行合をもなしまいらせて見ばやとこそ思いなって僧来えと申されければ女院 今はただともこうも、そこの計らいにてはらんずらめ。とて、魚医の御たもとに余る御涙、石あえさせたまわす。大糸のも、脳死の袖、絞るばかりに見えられけり。そのよ法王おば、ないない平家の取り立てまって、都のほかへ落ちゆくべしということを、きこしめされてやありけん。 アゼチの大納言、助方の京の子息、馬の神、助時ばかりお供にて、ひそかに御所をいでさせたまい、蔵間へごこをなる。人これを知らさりけり、平家の侍、吉内左衛門の将、末安というものあり、逆々しきおの子にて、院にも召使われけり、そのよしも、宝珠氏殿におとのいして相来けるに。 常の御所の方、世に騒がしゅう、ささめきあいて、女房たち、忍びねに泣きなんどしたまえば、何事やらんと、聞くほどに、法王の、にわかに見えさせたまわぬわ、出方へごこうやらん、という声に聞きなしつ、あな、はさまし、とて、やがて六原へはせまいり、大糸のに、このよし申しければ、 いいで、日がごとれぞあるらんとのたまいながら、聞きもあえず、急ぎ、宝十字殿へ、はせまいって、見まいらせたまえば、けに見えさせたまわす。御前にさぶらわせたもう女房たち、ニ度の単後殿いげ、一人も働きたまわす。いかにや、いかにと申されけれども、 我こそ御行方知りまいらせたれと申される人一人もおわせす皆あきれたるようなりけり去るほどに法皇を都の内にも渡らせたまわすと申すほどこそありけれ教授の騒動を名のめならすいわんや平家の人々の慌て騒がれけるありさま家々に仇の討ち入りたりとも 限りあれば、これには杉とぞ見えし、日頃は平家、陰をも内をも取り参らせて、西国の方へ、こを行合をも成し立てまつらんと支度せられたりしに、各打ち捨てさせたまいぬれば、頼む子のもとに雨のたまらぬ心地ぞせられける。さりとては行合ばかりなりともなしまいらせよ、とて、 うのこくばかりにすでに行合のみこし寄せたりければ、首相は今年六歳。いまだいとけのをましませば、何心ものを召されけり。国も剣礼文院、ご当世にま参らせたもう。内視どころ、真摯、奉献、私立てまつる。陰薬、時の札、 現状鈴鹿何度も取り癖よ」と平大納言げじせられけれどもあまりに慌て騒いで取り落とすものぞ大かりける日のご座のんな何度も取り忘れさせたまいけりやがてこの時ただのう、しそ蔵く信元かみの中将時ん、ね、三人ばかりぞいかんにてぐぶせられける。 今塚紗光名之助甲冑を鎧抽選も対して愚部せらる七条を西へ朱舎かを南へ行幸なるあくれば七月二十五日なり寒天すでに開きて雲東明にたなびき明け方の月白くさえて敬明また急がわし夢にだに かかることはミス。人と,とせ都移りとてにわかに慌たたしかりしはかかるべかりける全病とも今こそ思い知られけれ摂政殿も行合に愚ぶして御出なり蹴るが七条大宮にて瓶面裕太る同士の御車の前をずっと走り通るをご覧づれば。 かの同時の被弾のたもとに春の日という文字ぞ現れたる。春の日と書いては春日と読めば、発想王吾の春日大名神、退職官の御末を守らせたまいけりと頼もしゅうおぼしめすところに、九段の同時の声とおぼしくて、いかにっせん。 藤の末場の枯れゆくをただ春の日に任せてやみん御ともに僧牢新道左衛門の将高名を知功召してつらつら事の定を案ずるに行合はなれども御功もならず行く末頼もしからずおぼしめすはいかにと仰せければ御牛飼いに 目を見合わせたりやがて心得て御車をやり返し大宮を上りに飛ぶがごとくにつかまつる北山の辺地側院へいらせたもうというわけで平家一門都落ちに際して後白河法皇は事前に察知して姿をくらまし摂政藤原の元道も引き返して同行しなかったと。 誰も彼も平家を見放しつつある様が描かれています次回これ森の都内に続きます本日も佐大臣三永がお話しいたしましたありがとうございますありがとうございました